はい、皆さんこんにちは。アイス出版の平野です。今回はですね、漫画を語るシリーズという一つテーマを決めて、このアイス出版の社長と、浦部さんを交えながら話をしていきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。第1回目の今日はですね、〇〇漫画の好きなとこ嫌いなとこというテーマで、プロである、絵師の浦部さんと、素人代表ということで、うちの社長の視点というものをですね、聞いていきたいと思います。はい、はい。ちなみにこの漫画を語るシリーズなんですけども、漫画というキーワードにさまざまなテーマをこう掛け合わせる形で語っていくシリーズになります。はい。なので正しいとか間違いとかそういったことはありませんので、あくまで個人の感想というところで聞きいただければなと思います。はい。じゃあまずはですね、早速なんですけども、この〇〇漫画というところ、この〇〇漫画っていうのは何を指すのかなっていうところをちょっとお聞きしたいんですけど、社長どうでしょうか。いや、基本的に漫画は、はい、コンセプトとか、その作者さんの魂がこもっているものは、僕は何でも好きですけどね。逆に嫌いな漫画ってあるんですか。嫌いな漫画っすか。はい。嫌いはないですね。ただ読まないっていうと、やっぱ少女漫画とか、ああいうのはちょっと読まないですね。年齢もそうですし、僕的に。昔から読まないですか。7とかは読んでましたよ。7って誰だっけ。矢沢愛。あ、そうそう、矢沢愛さんね。矢沢愛さんとかは7からもちろん始まりましたけど、その後もなんかあったよね。その後っつうか前の作品か。そうですね、その前の作品からずっと有名ですよね、一応矢沢愛。服の、あれなんだっけ。ありました。なんだっけな、なんか服って服の学校の子たちの話みたいな、ね。はい、そうですそうです。ファッションショーに、そう向けて、こう洋服作ることを主人公がこうモデルとして声かけられてみたいな。そのやつは、その2作品ぐらいは真剣に見ましたね。面白かった。それはいくつぐらいっていうか、なんか時代的な。でも7が流行ってた時ですよ、見たのって。なるほどなるほど。でも多分連載自体はこれ確かパラダイスキスとかって。あ、そう、パラダイスキス、パラキスっていう。パラキスね、夏いわ。でもっと前にご近所物語、夏いね、ご近所物語。私は結局親も漫画好きなんで、姉と母親の持ってる矢沢愛シリーズがあって、私が7をこうテレビアニメで見た時には家に一ソロやって、あれで、ご近所物語から読み直しました。ご近所物語から始まってパラダイスキッス行ってね。多分順番が正しいかは分かんないですけど、多分ご近所物語が今出たタイトルの中では古いんじゃないかな。そう、ね、ご近所のパロディじゃないけど、その後みたいなのが確かパラダイスキスだった、パラキスだったと思う。7は全く違うしてるんですけど、はいはいはい。7はなんかすごい有名な感じが。有名っす。でも実写化しましたもんね。ですよね。あんまりでもそれぐらいですよ。いや、見て、僕がね、見てるのは、あ、少女漫画の中で。そうそうそう、少女漫画で言うとっていう、じゃあその好きな漫画って今じゃ聞いた時に、何が好きだから好きって、もうちょっとこう具体的な話ありますか。そうっすね、何が好きだから好きか、やっぱり共感できるかどうかじゃないですか。漫画に入り込めるかどうかっていうのが一番大事だと思うんですよ、ね。ああ、なるほどなるほど。そういう意味で言うと、代表作でいくとやっぱ「ワンピース」とかかな。キングダムとか、あと牛島くんとか。牛島くんって、うちら東京にいるからあれなんですけど、新宿にマジでいそうな感じじゃないですか。で、闇金ってそんな感じみたいな感じじゃないですか。僕らがイメージするものをリアルにこう描いてるなっていうのは、すごく、なんて、わかりやすく面白い感じで出てるなと思います。今出たのが、ワンピースと、牛島くん、そう。と、キングダムですかね。あ、キングダム。じゃあちょっとそれぞれ聞いていきたいんですけど、じゃあまず、ワンピースの、好きなところってどういうところですか。そうですね、ワンピースとかってもう、結構王道っちゃ王道かなと、海賊っていうコンセプトとか言うとちょっとあれなんですけど、テーマがあって、で、財宝見つけるよっていうところで野菜もっさいして仲間ができて、で、
強敵が現れて、はい、で、負けちゃって使用して強くなってっていうのを繰り返してるじゃないですか、はいはい、そういったところがやっぱりまあ、画力とかセリフとかいうところがあるんで、うん、どっちかっていうと共感っていうよりも、うん、何なんですかね、あれですね、カリスマに結構近いんじゃないかな、要は名言って言われるセリフがいっぱいあるから、はい、ありますね、確かに。そういうのってカリスマ性があるから出るんじゃないかなっていうところですね。それ別に作者のカリスマっていうよりも、うん、キャラのカリスマだと思います。なるほど。多分作者さんもこう、こいつだったらこう言うだろうみたいな感じで書いてると思う。うん、すごくそう、そういったところで入りやすいなっていう感じですね。浦部さんなんかあります？なんかワンピースのここは私も好きだなみたいな。ワンピースのここが好きですか、うん、まあ私も追ってはいますけど、うん、まあでもそんな深く考えて読んでないんで、うん、まず、うん、まず、なるほど、まず、うんうん、もう完全にタイトル詐欺のような感じなんですけど、私も素人目線みたいな完全にこう読者目線なんですけど、でもやっぱまあキャラ一人一人魅力的ですよね。なんと言ってもキャラ立ちしてるよ。だからこそこうそれぞれその麦わら海賊団だったら麦わらの中で関係性がこうなってて、一時はバラバラになるじゃないですか、うん、でも結局バラバラになっても結局根っこにはやっぱこう同じ海賊団としてのこうなんか気持ちとかそういうのが分かるっていうか、うん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 、いやなんかキャラの個性がこうやっぱ際立ってるのが、うんうん、作品っていうよりもストーリーとしてやっぱ面白いかなって思いますね。なるほどね、うん、分かりました。じゃあちょっと次の、キングダム、キングダム、はい、見ましょうか、はい、どういう、まあこれもう、まあ、かなりみんな共感できると思うんですけど、はい、まあ、みんな例えば、まあ、小学校からでも中学校からでもいいけど、うん、サッカークラブ入りましたとか何々クラブ入りましたとか、まあ、塾入りましたとかなった時にやっぱ競争相手がいて、はい、でこうやっぱ勝ち上がっていくからみんなからの支持も得るし、地位も得るみたいな、みんなよくビジネスに例えるって言いますけど、あんまりビジネスと思わなくて、うん、まあ、普通にこう共感できるところはビジネスっていうところにこうなんていうんですかね、置き換えるとそういうところは結構共感できるところ多いなっていう感じなだけで、漫画として、しかも戦国時代っていうところもまさしくそうじゃないですか、うん、名を上げていくみたいな、うん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 、すごくやっぱりそういったところで共感を得る作品だなと、うんうん、なるほど。浦部さんなんかあります？キングダム追ってます？一応追ってます、うん、アニメも見ましたし、うんうん、ただ私もともとこう中国力士じゃないですけど三国志とか好きだったんで、うん、三国志好きだった、うん、割とこうすんなりこう時代背景じゃないですけど、うん、こう飲み込める感じでスタートできたんで私はなるほどね、なるほど、全くそこ分かんないと、ちょっとね、そうなんです、そうなんです、うん、多分そういう三国志とかって通る人は小学校の図書館とかで通るじゃないですか、通った通った通るじゃないですか、特に男子なんて特に通るじゃないですか、うん、いや俺ゲームからね、あ、三国武装とか、三国武装から入ってた、いやでも私もどっちかっていうとゲームからだよね、三国武装でなんかこう、え、どこ派みたいな義職どこ、俺職私義でした、俺職だった、その下地があるからこうキングダムが話題になった時に、うん、あ、へ、時代物で、うん、こうなんか大々的にこうヒットしてるというか、うん、でこうじゃあ読んでみようかなって、うん、感じで入ったんですけど、うん、私は、うん、なんか中国ってやっぱ壮大な歴史があるから、うん、知らないことが多いし、うん、やっぱそういう意味でも、え、中国ってそうだったんだっていうのとかもあるし、うん、面白いですよね、うん、まあじゃあこうちょっと馴染みがあったみたいなところも、まあ、そうですね、あるのかもしれないですね、幼少の頃から出てきたっていう意味では、うんうん、じゃあ牛島くんはどうなんですか、牛島くんのどういうところが好きなんですか、なんていうんですかね、うん、まあ冷血冷酷みたいな、じゃあ闇金の人っていうみんなの想像像の中って多分牛島くんマッチしてると思うんですよ、うん、なんで多分闇金の人といえばって言えばみんな牛島くんって言うと思うんですよ、うん、なるほど、その闇金の人といえばっていうのは牛島くんしか知らないじゃなくて、うん、牛島くんがもうやっぱり自分の理想にマッチしてるから牛島くんってみんな言うと思うんですよ、なるほどね、でキャラも立ってるじゃないですか、うん、駄菓子大好きみたいな、うんうん、うさぎ大好きみたいな、なるほど好きなところで言うとこう、まあ、好きなところであり、まあ、読者のこう人気を博してる理由っていうのは読者の理想をちゃんと描いてるからみたいな、うーん、
それもそうですけど、まあ、さっき言った通り、うん、あの魂こもってるかどうかっていうところ、うん、俺なんでこんなにバトル漫画もそうですし、うん、あのなんでこんな本気で売れてる漫画とか本気でこうな何かをなそうとしてる漫画ってなんで好きなんだろうと思ったんですよ、うん、で共通点がみんなやっぱ目力がやばいんですよ、はい、目力ほう、まあ、多分気づいてる人もいるかもしれないですけど、はい、あのバトルシーンとかになってめっちゃ大事な時とかって目血走ってるんですよ、うん、でも人間本気になったら多分そうなるなって、うん、目めっちゃ血走ってるんですよ、うん、で普通の時は普通なんですよ、うん、これ多分こう3作品全部同じこと言えます。なるほどね。宝剣とか戦ってる時の、うん、あのシーンとかすげえっすよ目。 あれですよね、うん、しかもキングダムって作者さんが目変えましたよね、主人公の描き方。そう、最初は黒目がちっちゃくて、で一巻の表紙もその最初のデザインでやってたのを書き直して、なんで今本屋に並んでる一巻は書き直したバージョンの。あ、そうなんだ。それは初めて知った。そうです、そうです、すごいなんかこだわりというか、作者さん本人もなんかもっと魅力的にしたいっていうので、っていう話聞いたことあります。目の描き方が上手いとかじゃなくて、うん、人間が本気になった時の目ってこうだよねみたいな。なるほど。その睨みつける目ってなんとなく分かるじゃないですか、うん、この目が上に行ったりとかめっちゃ下がってシワいっぱい出てくるとか、うん、怒った時とかって。でもやっぱその目力って言われると瞳孔開いてるとか、うん、瞳の中までやっぱりその怒りに満ちてるとか、そういったものでキャラの表情とか感情をこう出すっていうのは、うん、やっぱりすごいなと思いますね。なるほど、まあ、こんなこと思いながら漫画読んでるやついるのかって感じしますけど、まあ、あえて今ねこういう場なんで振り返ってもらってるから出てくるのかもしれませんけどね。あ、振り返ってもらってって思い浮かんです。僕多分もう10回ぐらい読んでる、全部の漫画10回ぐらい読み返してて研究しまくってます。すごいまさにじゃあこう音声収録をする人としてはもううってつけですね。分かんないけど、だからそれを共感するかどうか分かんないけど、うん、その目を見ながらあのそのバトルシーンとかもそうだし、自分が本気でこう伝えたいっていう時の汗のかき具合とか、あのちょっと見てもらうとまた違う感じで漫画見れてもらえるんじゃないかな。なるほどね。まあ、例えばサンジが波ラブな感じで下着パクっちゃったみたいなところの、それ見つかっちゃったっていう時の汗ってちょっとダバダバ系の滝っぽいけど、マジで焦ってる時って細かく描いてるんですよ。あのなんていうんですかね、このし、ひらがなのし文字がすっげーしじゃなくなってきてるぐらいの細かい汗を描いてくるんですよ。油汗ってやつだ。思いながら見ちゃう。これぜひ浦部さんに聞きたいんですけど、そういうのってその作者さんがそこまで書くんですか、それともお手伝いのサポートの人がそれやるんですか。その汗の描写ってことですか。そういや多分人物は完全に作者さん一人だと思いますよ、本当の人が。俺もちょっとそれ聞きたかったんだけど、浦部さんってあの学校出てるじゃん、そういう風な。そうですね。そういうのって技術で習ったりするの。いやもうなんかそこはみんなやっぱ絵が描きたくてとか漫画が描きたくて入ってきてるんで、うん、改めてそこについて、その漫画の漫画だったら漫画描きたい人が入ってきてるんで、うん、教わったりはしてないと思います。じゃあやっぱその表現って自分で考えてる。そうですね。なんかそのギャグパートでデフォルメが効いたコマは、うん、こう線が太くなって、あのこうポップな感じにして、で真剣なバトルシーンとかは強線に強弱をつけてみたいなのって、多分みんな漫画が好きで読んできてるんで、こう吸収してきてるというか。うん、うん、そっか。じゃあ上手いだけじゃ漫画っていうことでイラストとは違うと、漫画っていうか、うんうん、ことで考えると、うん、その社長が言うように目力とか、うん、そのなんかその汗のかき具合とかっていうのは、うん、絵が上手いっていうよりもやっぱり描写する力っていうのかな、なんかこういう風に伝えたいみたいなものが漫画に現れてると、うん、それが共感を呼んだり興奮を呼んだりするっていう。俺はそうだなって思いますね、うん、そうですね。まあイラストと違って、うん、こう何でしょう、動きがあるというか、うんうんうん、こうなんでしょう、本当大きく言えば動画のコマ撮りの大事なところを抜き取ってるって感じなんで、まあイラストとは全く見せ方が変わってくるというか。そうね、うん、
確かに。なるほど。ちょっとこれ掘るともっともっと奥深いものが出てきそうなんですけど、そうですね、ちょっとまたここは改めて需要があれば需要があれば需要があれば、まあこんな感じでですね、まあ、テーマに沿ってこう思ってることもしくは感じることを語り合うっていう、まあ、そういう、この動画になるんですけれども、ぜひぜひですね、この音声聞かれた、まあ、視聴者の方でも俺はこう思うとか、私はこうだみたいなものがあったらコメント欄の方に書き込んでいただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにさせていただきます。じゃあまた次回よろしくお願いします。バイバイ。言うかーい。この初回のグダグダ感いいと思います。グダグダ感が